女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第27回三田村千春です宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはい,はい10月に入りましたね今年もあと3ヶ月えー、ですよいやー いやー本,当本当にね2021年、うん、いやなんか12月になってから話せばいいことだと思いますけど、はい、<laughs> なんか今年もしかして例年より早かったかもしれない疑惑がねうん磁場がなんか磁場がねテネットしてる可能性がありますね <laughs> ねしてるかもし誰かが操作してるかもしれないこのコロナの混乱だったら誰も気づかないだろう的な。うん 確かにあるよ一日10分ずつぐらい短かった相当短いでしょ <laughs> 確かに5分でもいいやいやそうだな時間ってそうですね確かにね不思議な不思議ですなね2020年はやっぱこう忘れられない年に本当です、ね、なりそうなんですけどそんな昨今、はい、どうですか えっとですね2020年、うん、なんか爪痕を残していこうということで、はあ、人生初の青髪にしました <laughs> イエーイ,イ,エーイ <laughs> それ見たけど、はい、SNS で見ましたびっくりした結構がっつり青ですよねなんかウィッグつけてんのかなっていうぐらいの、うん、自分でもそう思います <laughs> <laughs> ど,などうしたんですかやっぱあれは「水戸ホーリーホック」からそうなんか 色入れたいなって思っててでもなんか茶色とかだとつまんないなと思ってて、まあ、金もやったしもっとカラフルなポップな色にしたいなと思った時に、うん、青かなと思って <laughs> すごいね飛躍がそこの。<laughs> でのホーリーホックカラーでもあるし、うん、ピンクとかよりは青のが似合うかなと思って。 ちょっと提案してみてみ美容師さんに、うん、でそしたらもうすごいノリノリになってくれて美容師さんが。なかなかやれないから、えー、や注文が来ないからそ,う、ね、その試してみたいみたいな、うん、この色とこの色を混ぜてこれにやってみたいみたいな感じになってくれてはい、はい、2二人でノリノリでやってみました。<laughs> すごいい水色みたいな感じなん、ね、当はもうちょっと暗めにしたかったんですけど、まあ、色をのせるためにブリーチ2回して、うん、でうん、うん、色のっけたら割と明るめになったんで、まあ、これで色抜けたんでん次の色はもうちょっと暗めな色入れて、うん、濃いめのネイビーっぽい色にしたいなと思っております。い、思い切ったね。思い切りました 私インナーカラーをさはいはいやってましたね。まあ今もなんかあのうちが金髪だったりするんだけど、うんはい、インナーカラーを前緑に染めた時にうん、うん、結構あのま枕とかについたんですね。そう,そ,うそういうのあるでしょ。うん、あるある。で青い枕にしまあ枕カバーにしました。あ付いてもいいように。はい、青とかの方が落ちやすいんですよね。 あ、そうなんだ、うん。っていうのは聞いて、あの普通に指でかき上げてるだけでも、ちょっと指先青くなりますもんね。ん爪の間とかね。そうそうそう。ね、怖いものを頭につけてますよ。ね、そうなんだ。うん、あの一時期金髪、はいはい。同じ時期に金髪だったよね。あ、そうか、そうそうだったかもしれないですね。見た目も結構あのベリーショートじゃないけど。 かなり私短めでしたもんねあでも長さそうね今と同じぐらいかなあそうでしたっけそっか、うんまあ、金髪とかもう白に近い感じにずっとそうしてましたねでそれいつぐらいだっけ2015年ぐらいかな,かなそうかもそんぐらいですねでね札幌とか札幌のライブで一緒になった時にすごい似てたんだよねそうかもううん 懐かしいえ三田村さんはブリーチ割と平気ですか皮膚なんかねその時の気によって違うんだよね体調とか多分ありそうだなあ,<れ>あとその保護で塗ってもらえるじゃないですかうん、うん、そのブリーチ前に刺激をこう頭皮にか塗るじゃんその塗り方とかにもよるかもしれない、えー、だ全然何ともない時もあればうん、うん あー結構ヒリヒリするなみたいな時もあるしあ<ー>そのブリーチよりもカラーの方が痛いなっていう時もある、うんあうん、痛かった痛かったちょっとほんとめげそうになりましたね<ー>実際めげました本当はあと10分やりたいって言われたんですけど「うんうん、5分でいいですか」みたいな「<laughs> 痛いです」って言って<ー>でもその短縮したにもかかわらずやっぱ皮膚バリバリしてますね今。 皮膚がたまになんかかさぶたみたいなの取れてくる私も一回だけあるな、ね、なんかでもその痛さが慣れてくる、はい、私はああ麻痺してくる感じですかあのそう、うん、時間を置いてるうちになんかすっきりするシャンプーしてる時に何かスカッとする感じあるなんかわかるその,その感じみたいなねうん、うん そ,うそ,うその感じで行こうと思ってそういう、うん、感じでだと思い込もうとしたんですけどちょっと超えてたうん超えましたね辛い時は辛いって言えるようになろうって思って <laughs> <laughs> 痛いですっあそれも大事かもしれない限界が結局わかんないそのここ,からもここからもっと痛くなるのか<ー>今自分の痛いは、まあ、我慢できるっちゃできるんだけど、うん、どれぐらいなのかとか そうだよね人とと比べてどかっ美容師さんに聞いても別に感覚的なものは私にしかわからないからだから自分がどうするかは自分で決めなければいけないと思っていろいろ葛藤があってこの哲学的なこれで限界まで我慢してよっしゃ頑張ったって言ってその時は満足したとしてもかえって皮膚がボロボロに剥がれたりとかして辛い目に遭うのは結局自分だと思ったら。 今ちゃんと言っとこうみたいな感じで、はい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 ちゃんと自己申告することができました。おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> でも結果 <laughs> いい感じの色が手に入ったので良、ね、かったです。うん。もう私そこのまでの勇気が持てないなと思って。あそうですか。うん、まあ金髪とかはねちょっとまあ、うん、あのすごい楽しかったからいけるんだけど、あの青とかはピンクとか。<laughs> ねすごいなと三田村さんでも確かに黒髪が似合う感じですよねあそうかなっていう印象はあるからうんか色を入れるとしたら金とか以外でなんか色を入れるとしたら何だろうっていうと何だろうね,ねでも意外と私普通に茶色とかあんまりやったことないからねえなんかそのイメージないですねうん極端にううんうん 金髪にしちゃうか、ね、もう黒かか黒みたいななんか中,中途半端になりがちじゃないですかその茶色ってうん、うん、だんだんその時が経つと、うん、ちょっと赤くなっちゃったりとかして、ね、だからそれがねいい茶色って難しいですよね。へちょっと三田村さんもいね、うん、もういつかなんか何色かになる時はあります <laughs> あーんとなんかねウィッグでもしてみる <laughs> なんかコスプレ撮影大会とか、ねうん、そうか服,服もさやっぱ髪の色そ,ななそんだけ変わるとね、うん、選ぶよね,ね、まあ、だからなんかそのインナーカラーでっていうぐらいがなんか楽しむにはちょうどいい感じはしますよね、うん、いざとなったら隠せるし。 そうね,ね確かにちょっと年内はいろいろ試してみようと思ってますへ、うん、えー、ちょっと楽しみにしてます <laughs> はい結構いつもの、ね、あのびっくり <laughs> そう,、ね、そうびっくりさせてくれるんで <laughs> はい手村さんどうですか最近は私はあのちょっと早めに、うん、あのストーブ電気ストーブを買いましたうほ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 う はい、電気ストーブは電気代がかかると噂ではないですかどうなんですかね,ね何がいいのかでも私のその仕事部屋がエアコンがなくては、うん、はい、はい夏も結構大変だったんですけど、うんうん、冬は冬でちょっと備えをしておこうと思って電気ストーブだと音がそんなにしないじゃないですか。うんうんうん だからいいかなと思って、うん、確かにね<う>電気ストップでなんだろう風が出るやつじゃないですよねじゃなくてあの何ていうの赤いボワーって赤くなってめっちゃあったかいやつああめっちゃあったかいですね確かにうんうんでもそんなに広いくないからうん、うん、まあそれぐらいでいいのかなみたいな感じで買ってみましたあのー、風が出るのが うん、暖房も冷房も私すごいやっぱダメなんだよなって思ってあ,<ー>ありませんそういうの,そのあるある乾燥、ね、特にエアコンの、うん、エアコンの暖房は全然足元寒いよねねそうそう、うん、乾燥するしそ<う>電気代もかかるしあれ苦手なんだよなあやっぱ足元がねあったかくないと、うん、ねそうあとは加湿器の季節でもあります、ねうん、確かにね そそうそうもうガンだきで加湿器ガンだきで生きてますからそうですよねうん、なんかそう最近朝起きて喉がちょっと渇いてちょっとこほこほって咳しながら起きるんですけど本当来てるね、うん、来てるなと思ってこれ冬だなと思ってはい、はい、そうですね、うん、私まだそこまで感じてないあ手がちょっとね、うん、カサカサしてきたなぐらいですねはいはい、はい だからもうそろそろ出さないとなって感じですね。うんうん、ね冬のお支度皆さんはどうでしょうか、はいはい、気づいた時に冬はあなたの隣にいますからす、ねうん、なんかいいですねこの生活感のある会話がね、はい、<laughs> 暮らしの手帳的な <laughs>、ね、大事ですよねこういうの共有するのはねそうですね、はい、季節とともに野放ししていきたいと思います,います、はい、じゃあ今週の 作品に行きたいと思います、はいえー、毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品はベンジャミン・ターナー監督メイキング・オブ・モータウン女が二人集まれば映画の話で日が暮れ 木曜日今日も平和な木曜日 t b ワンダー、マービン・ゲイ、ジャクソン・ファイブなどを輩出し、2019年に創設60周年を迎えた音楽レーベル、モータウンの生死を描いたドキュメンタリー。創設者ベリー・ゴーディーにより、1959年にその歴史をスタートさせたモータウンレーベルは、数多くのヒットを連発し、数多くのスターを世界に送り出した。本作では、ベリー・ゴーディーが初めて密着を許可した取材映像、関係者や所属アーティストの回想や紹 ななど貴重な映像から構成ゴーディの親友で戦友でもあるスモーキー・ロビンソンと急行を温めながらモータウンの60年にわたる歴史そしてレーベルの魅力を解き明かしていく2019年アメリカイギリス。ということでモータウンレーベル、うん、音楽レーベルですね。はい、の本当に時代を作った伝説のレーベルなんですが、うん、その。 えー、ドキュメンタリー音楽ドキュメンタリーをやるのは初めてですよね。うん、このドキュメンタリーはそうですね。久々のドキュメンタリーですしやっぱりミュージシャンなんで我々一応ねやっぱりこの作品はちょっとや,やりたいなと思って選びましたけれども、うん、はいえと。じゃあ今回の作品についてのメールもいただいておりますので紹介したいと思います。はい 野花しネームシネマヒーローは名曲さん真央さんこんばんはベストアルバム発売おめでとうございますありがとうございます本当にめ名盤ですありがとうございます<え>そして三田村さん結構おめでとうございますありがとうございますえー、びっくりしましたできるだできる限り闇のない家族を築かれることを記念しています <laughs> まあね作ろうと思ってないですからみんなね, <laughs> そうね誰も闇を作ろうと思ってないですからかそうですねあの振り返れば闇っていうことですから、うんうん 深いそれは分かりますんけどもね。さて今回の課題作ですが字幕にについていいてくのに必死で英語が堪能ななららかかったたと心から思いましたうん、うん、年齢にもよると思いますが映画の中で流れた曲少なくともサビの部分は聞いたことのある曲ばかりですごいと思うとともにモータウンの歴史がまだ60年というのに驚きましたということです。うん、確かになんかいい古い、うん イメージがありますけど60年って聞くとあなんか最近ちゃ最近だなみたいなそうですねうん、うん、それと音楽ビジネス、うん、ポップミュージックビジネスみたいなのが、はい、の歴史自体が、うん、まあそんなに古いものではないということになってきますよね,うん、うん、ねあと字幕確かに早かったかもしれない、うん、途中でぼーっとしてくる瞬間ありましたよね <laughs> <laughs> 今誰の話してんだっけみたいな。うんうん、あとその ナレーションが流れながら文字でもこうえバーって英語が出たりするから字幕も読みつつその英語でそれは何て書いてあるんだろうって考えるってなるとちょっと早いというのはちょっと分かりますね。ということでありがとうございます。 えー、のばしネーム、ミツさん、はい、三田村さん、真央、ま、さん、こんばんは、はい、んんは時折出てくる、えー、俳優のジェイミー・フォックスの鋭いコメント、えー、詳しいのとなぜ出演してると思ったら、ザ・スプリームスをモデルにした映画、ドリームガールズでカーティス役で出演していたと、うん、カーティス役のモデ,ルモデルはベリー・ゴーディー社長だと、はい、いうことです。豆豆知識豆知識識 ジェイミーフォックスってその「ドリームガールズ」も出てたしはい、はい、あとはレイレイチャールズの「レイ」やってたりとか何でそんな音楽方面なのって思ったけどミュージシャンなんですね。あーえー、そうなんすね。俳優シン,シンガーソングライター音楽プロデューサーって書いてあるんでいやで、ね、本当に才に才能というのは恐ろしいなというのはうん、うん。 この映画を通して思いますね。そっかあのナレーションはがその人ってことか。え、そうなんですか。あれ、あ、違うの？あの、違うか。ジェイミー・フォックスはところどころインタビューで出てきてましたね。あ、その人ね。うんうん。わかりました。てかナレーションがあったんでしたっけ。なんか極自然に受け入れてたけど。ナレーションありました。そっかそっか。ナレーションがあってそれぞれのインタビューがあってみたいなことか。ああ。はいはいはい。 えー、もう今回のモータウンの感想はそんな感じですからね、うん、はいありがとうございます、はい、ありがとうございます 2> 女二人,人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼンしていこうというコーナーです今日はは私かな、はい、はい、ではいきたいと思います三田村千春的推しポイント その1この映画は一人の男の成り上がり物語でありおじいちゃんイチャイチチャャ映画である。その私、まあ、洋楽ってそんなになじ聞いてきたわけではなく、うん、やっぱりずっとどっかこう、まあ、詳しくもないし、はい、その苦手意識っていうか<ー>コンプレックス。その ミュージシャンなのにうん、うん、あんまり洋楽通ってきてないみたいなコンプレックスはあって、うん、もう今更入れないみたいな <laughs> なんかそういうのもあったりし, <laughs>、はい、してきたんですけどそんな私でもこれを映画を見て映画劇場にいる年齢層を見ると、うん、まあ上の方々が多いなっていう印象はあったんですよ五十代50代,50代<ー>60代ぐらい。うん かななかやっぱりそのリアルタイムで青春時代にこう聞いてきた世代なんですけどうん、うん、でもその,その中で私が、えー、とそんなに詳しくない中見に行ってもすごいこうすごいね楽しめたんですよ。うんうん、でその要因ってなんだろうなと思ったらその単に歴史を勉強するような感じでの作りの映画ではなくて、うん、こう一人のこうベリー ゴーディジュニアっていう創設者の人の、うん、まあ黒人であり、はいうん、まあそんなにあとそのなんていうんですかね容姿がめちゃめちゃかっこいいとかさっていうわけじゃないなんか本当に普通の青年の、はい、その彼が、まあのし上がってやる、うん、成功するっていうふうに夢を見て、うん、一から始めるってもう一時代を築、うん、くわけじゃないですか。はい なんかその一人の男の這い上がり物語としてすごいなんか夢があるなって思って、うん、なのでその一人の成功物語としても楽しめるのと同時にあとイチャイチャ物語っていうのは副社長のスモーキーですね。 仲の良さそそううなな楽しそうなこと <laughs> ねえ <laughs>、ね、2人で大体インタビューを受けてることが多かったんですけど、うんはい、あの昔話をするおじいちゃん2人ってうん、うん、なんか多幸感あふれるなと思ってんかそのバディ感と、うん、その2人の関係性が素敵だなと思って、うん、なんかめっちゃイチャイチャしてる感じが、はい、すごいこう微笑ましかったなんかそういうところでこう笑いも起きるし。 すごく楽しめる多分老若男女楽しめるんじゃないかなと思いますそういうとこがいいなと思いましたうん、うん、でそのもう一個そのテンポがすごくいいなっていうのも見やすさあって音楽ドキュメンタリーってやっぱりその語りの部分と音楽を流すうまく導入していくのって難しいと思うんですよ。うん、どういうい順番で見せるとか、うん どういうい編集のテンポでするとかすごい難しいと思うんですけどなんかそれがすごく自然で、うん、あのインタビューの中でちょっとこんな感じの節でねみたいなのが歌ったのがそのまま当時の音源に、うん、当時の映像にかぶっていくようなグラデーションのある何て言うの導入してたりとかんかそういうのもすごく見やすかったし、うん、まあそのさっきメールであったように。 そのテンポの良さが逆にちょっと早くて追いつけないっていうことにもなると思うんだけど逆に私はそのテンポの良さがすごくあの心地よかったなと思いますそんなところがすごく良、うん、かったです、うん、モータウンというレーベルの楽しさの詰まった映画でしたよね、うん、そうですね,ねその楽しい側面が詰まっているっていうか そのベリー・ゴーディーっていう社長の人柄とか、うん、あとはそのスモーキー・ロビンソンもめちゃめちゃいい人そうだし、うん、その2人がこの年になってもキャッキャしてる感じっていうのは、うん、なんかそのモータウンの,その楽しさを表してると思うしそれがそのまま音楽になったレーベルなんだろうなって感じはしますよね。 我々は家族ファミリーだみたいな言葉もありましたけどうん、うん、一軒家から始まったっていうのですごくファミリー感があったんだろうね。うんうん、ね、うん、でなんかそのファミリーって作ろうと思ってもなかなかやっぱ作れないと思うんで、うん、そのベリー・ゴーディー自身が持ってる求心力みたいなのはやっぱすごいある。 でしょうねというのはスモーキー・ロビンソンも言ってましたよね最後の方でんかあの人がそういうモータウンの精神性というかそういうのを作った人っていうねそうでんかそこがわかるって感じのそこを知るための映画ですよね。そのの社長人柄というかもちろん ネガティブ面もたたくさんあっだろうしファミリー感っていうのは裏返せばなんだ同調圧力みたいなねそうそうそう的なところもあっただろうと思うんだけどでもこの映画を見る中でのんかその夢がある感じっていうのはすごいそうですねいいなと思いましたあとそのベリーゴーディー自身も音楽 やる人じゃないですか作るしプロデュースもするし、うん、っていうそのアーティストの部分と、うん、でもすごくこう成功したくてお金が欲しくて、うん、っていうのって結構相反すするものにななりがちじゃないですか自分が表現したいものと、はい、人が求めるもの世間が求めるものとも、うん、なかなか合致することの方が少ないと思うんだうですけ、ね、どんかそれを両立させてる ところそのバランスどっちかが、うん、どっちかに偏ってても良くないと思うんだけど、はい、なんかそれについてをすすごい考ええましたねね、うん、自分に置き換えて,て、ね、本当です、ね、質のいい音楽を届ける自分の好きな音楽を届けるでなおかつ金儲けをするっていうそれがちゃんと両輪で回るっていうのが。 うん、めっちゃ羨ましいっていう感じがしますね。その辺をどういう風に考えてたのかとか、うん、どういう風うに自分の中でのいろんな葛藤もあったのか、うん、どうなのか？っていうのはあんまりまあ、語られてはなかったですけど、ね、気になるなという風うに思いました。うん、なので、そのそんなに音楽のことわかんないとか。はい、あの世代がまず違うからっていう風でなんかこう。はい そこで敬遠しなくてもいい映画だったんじゃないかなとは思ったかな。それはもう間違いないですね。はい、はい。宇宙魔王的推しポイントその1。あ 1> ごめんなさいやっぱ4回かも。<laughs> たたなんか4回泣けます、うん、みたいなキャッチのあるあるありましたよね。 <laughs> あなたのことは知らないけどっていうそういう、はいうん、なんて言うんですか感動ポルノ的なものでは全くなくもうなんかね心が震えて泣けたっていうのが、まあ、4回あったかなええー、私正直すごい好きだったけど泣いてはないんですけど、うんはい、そうですかはいあの辺ですかね,すねまず1個目はですね、はい、天才のパフォーマンス を見た時ですね<ー>、えー、まず一つ目はスティービーービワンダーですね11歳のスティービー・ワンダーが登場する映像,映像があるんですけどもうね天才ってなんだかよくわかんないって、まあ、みんなそういう感じだと思うんですけどもうこれを見れば一発で天才を理解できますっていう感じ。こんなになんていうのかな溢ればかりの 音楽の泉が湧き出ちゃってしょうがないみたいな感じの、うん、もう音楽がガソリンみたいになって生きてる人だなみたいな、うん、音楽がガソリンでありモーターであり、うん、みたいな人ターだけに、うん、モーターだけにっていうなんかそのこれぞ音楽の神様の申し子みたいな。 感感覚をすごい感じましたねそこで、うん、もうなんか「えー!」みたいなすもうめちゃめちゃいいんですけどみたいなのでうん、うん、泣いちゃう泣けましたね悲しいとか、うん、嬉しいとかそういう感情でうまく言葉にできないような、うん、こう震えがそう震えがもうしちゃう感じな,、うん、なんかあのそのインタビューでさ、はい、スティーヴィー・ワンダーのインタビューで、うん、もうスタジオはなんか ディズニーランドみたいだって言ってたよねてましたねお,おもちゃがいっぱいあって楽器おおもちゃって言っててうん、うん、でその名の通り何でも楽器ができて楽しそうにやるんだよ、ねね、そうそうそうでインタビュー中もずっとキーボードを膝に置いてるじゃないですか、うん、置いてたね, <laughs> ねで <laughs> なんかずっとなんか弾きながらそう触ったりしながらやっててもうなんかその大人になったスティーブアンダーの方がなじみは深いですけど私たちからすると。うんうんうん でそれでもめちゃめちゃいい曲しかない人っていうイメージだけど、うん、子どもの頃なんかもう本当にそれがも,もっとその命レベルでも音楽だなっていう,う、ねうん、生物レベルで音楽の人だなっていう感じがして <laughs> 本能的に音楽にそうそうそうこれが天才ですっていうのが分かりますとでそれと同じ感動を味わえるのがマイケル・ジャクソンですねジャ,クソンジャクソンはね やっぱマイケル・ジャクソンもすごいいいですよね歌ってステップを踏みながら歌ってる映像があるんですけどあ,あのなんかどっかスタジオオーディションかなんかで歌ってるやつですよね,ね部屋でしたよねただの部屋みたいなデビュー前みたいなとこで歌って踊ってるあれいくつぐらいなのかな、うん、なんかね、うん なんか10歳ぐらい何,何かの説では5歳っていう説がなんか5歳な感じがしますよねなんかそれで見たような気がするな、うん、確かに、うん、そうだからめちゃめちゃちっちゃいんですよね、うん、だステービー・アンダーは11歳とかでもう体も結構大きくてうん、うん、っていう感じだったんだけどもうそれの半分ぐらいなんですよね印象としてはうん、うん、半分ぐらいのサイズのちっこいのが歌って踊ってる映像が出てくるんですけどうん、うん、でもさもうターンがマイケルなの <laughs> もう,もうと大人になって私たちがよく知ってるマイケルの動きをもう当時すでにしてて、うん、でこれ大人になったマイケルのやつを見ても笑っちゃうぐらいすごいのに子供がそんなことしてたら、うん、手に負えないっていうかこれはやばいって思ったんじゃないかなと思ってみんな、うん、こんなのが出てくるなんて誰も想像してなかっただろうなっていうのを思ってやっぱり後にも先にもあの人しかいない。 なっていうのをあ,あそこに感じさせるものがあってもうそこでも心が震えて、うん、笑い泣きみたいなのをしましたねっていうのが二つ目で,、はい、でもう一つは、えー、っとスプリームスシュプリームス,ス,ームス3人組の女性ボーカルグループ のダイアナ・ロスがいたたすねそそそそうそうそうのススーーれらら知らなかった私ダイアナロスがやっぱり一番有名だから、うん、脇に二人女性がいたっていうのを忘れられがちだっていうのも「ドリームガールズで描かれてたりとかしたのを覚えてるんですけど、うん、そのダイアナ・ロスをはじめとしたその3人の女の子がテレビに出て黒人としてテレビに出てすごく。 美美ししい曲を美しく歌ってそれで人気を獲得していったっていうことが後の,その黒人の、えー、人たちでなおかつそのミュージシャンたちにも多大な影響を与えていて、うん、ホイットニー・ヒューストンとかも出てくるしあとはビヨンセとかもめちゃめちゃ影響を受けて彼女のたちの跡を歩いてきたんだっていうコメントを発表してたりとか、うん、そういう ことが彼女たちのやってきたすごさというか偉大さというか、はい、そういうものの奇跡を描かれるんですけどそこを知った瞬間にもすすごい感動しますね、うん、やっぱりすごく音楽を生み出したっていうことでもすごく偉大なことだけれども素晴らしい音楽を作るってことだけじゃなくてそれでこれまで虐げられてきた人たちが 私たちにもこういう風になれるチャンスがあるんだって思わせられるっていうことがどれだけ素晴らしいことだったのかっていう,うん、うん、そこからこう歴史ってどんどん変わっていってるんだなっていうのを感じてもうめっちゃ泣けましたね。うんうん、っていうのと最後はベリー・ゴーディーとスモーキーがこうキャッキャしながら振り返ってるところで。 ちちょっっっととうゃったかなっていううまあそこはちょっとおまけ的な感じでうんすごく心が震えたのはその3回かなそうですね、うん、確かにって思いましたね。いやだからその大スターたちの若い頃の映像、まあ、YouTube とか見ればいくらでも上がってたりするかもしれないんですけど、うん、やっぱ物語としてその系譜の中でちゃんと見るとより感動がね強いですね。 そうですね、うんはい、三田村千春的推しポイントその2「えー、回る回るよ時代は回る、まあ」歴史は巡るというふうに言いますがなんかまさに今見るべき今学ぶことがすごくあるドキュメンタリーだなと思いました、うんうん、やっぱりその時代のまだ CD じゃなくてレコード、うん が作らられたぐらいの時代なのかなうん、うん、と思うんですけどその音楽メディアを作って売るそしてツアーをしてパフォーマンスするみたいなでテレビでも披露してみたいな、はい、そういう音楽ビジネスが、うん、まあ私は他をあまり知らないので違ってるかもしれないけどうん、うん、まさにそのシステムを作ったと思うんですよ。うん、本当でですねでもそのシステムって うん、みんなが真似して憧れて真似してその世界中のいろんな音楽レーベルが同じようになんかやってきたで、はい、今の今を作ってると思うんですよ、うん、で私がそのメジャーレベルにいた時も同じようなサイクルだったなとか思うとうん、うん、そうやってその当時作られたものをこう、ねうん、見本として。 プロモーションの方法だったり、うん、うんと音楽をどう作って何をリリースするかを会議して決めるとかちょっとアレンジがイマイチだったやつをアレンジし直して出すとか,、うん、なんかそういうのって普通に今もあるからそういうのをその50年60年ずっとみんなが真似して作っ、はい、またそれをこうブラッシュアップしてこう続いてきた音楽ビジネスがあったり、うん でだけど今またそれが崩れようとしてるじゃないですかです、ねうん、やっぱりメディア音楽メディアっていうもの CD も売れない時代になってきて、うん、あのサブスクリプションみたいなね定額で誰でもいつでもアクセスできるっていうところでそれにそのコロナっていうのも今。うんあの あっってライブができなかったりよりその CD を買いにどこか行くとかっていうのもアクセスしづらい時代にさらになってきて、うん、あとはそのアーティストがどんどんこう自立してきてどこかのレーベルに、はい、の生産ラインに乗るっていうことよりも全部自分でそれを自分の中で一人で完結させるみたいなところのうん、うん、え傾向もすごくあって。うんうんうん 本当にそのモーターンレーベルとかが作ってきた、はいえー、音楽ビジネスのシ,システムっていうのが崩れようとしてると思うので、うん、そのだからこそ,その原点、うん、その最初の衝動みたいなものとか、うん、どういうふうに今の音楽システムビジネスのシステムができてきたかみたいなその元を見ることによってそれがまた今出て始めてるかなって思います。 成功したたんだみたいな、うん、そういう誰かも言ってたけど、はい、なんかそこに戻ってるような感じなので、うん、まあ今まさにその時代見るべきだなと思いましたうん、うん、あとはその黒人差別っていう問題もね、はいはい、最近すごく、あのー、なんていうの運動が盛り上がってるところで「うん、ブラック・イズ・ビューティフル」っていうふうになってこう黒人の見方が変わった時代のことを そういう意味でもなんか時代がまあそれは良くないことだけど回ってる、うん、っていうことで、うん、こう今まさに見るべき作品だなというふうに思いました、うんうんうん、なんかでも、あのー、黒人の人たちの地位を社会的地位をもっと上げていこうっていう意思がもちろんベリー・ゴーディーにはあって、まあ、それを音楽ビジネスで成し遂げた人なわけですけど、うん うん、でもやっぱりそれを楽曲に反映させるなっていう命令をしてたっていう時代があったっていうことがすごく意外でしたよね。ああそうですね<う>なんかその曲の世相を反映したような曲はあえて避けて作らずにずっとやってたんだよね。その政治的なメッセージは入れちゃダメっていうふうにアーティストに言ってたっていうのはすごいびっくりした。 マーヴィン・ゲイの「What's Going On」っていうのはその黒人の人たちの、うんあのー、公民権運動とかとすごく関わりがあるっていうような話が先にあったからモーターンというのはそういうレベルなんだろうと思ってたら実はそうじゃなくて、うん、もっと普遍的なものを歌って、はい、白人も聞きやすいもの。 にしましまょうよ、うん、みたいなところが最初だったんだっていうのはちょっと意外というかあっ<ー>そ,そういう時代もあったのかっていうでもそのメリー・ゴーディ自身が後からそれは間違いだったってちゃんとその映画の中で言っててそのアビーヴィン・ゲイがそういうふうになっていくのもみんながそれぞれ自分の思想をちゃんと出した音楽活動したいっていうのはもうそれは。 仕方のないことっていうかそういうのがそれが当たり前だみたいな風に後からちゃんと言えるおじいちゃんすげーなっていううんそうね,ね自分の間違いをちゃんと認められるところはうん、うん、やっぱ立派だなっていうのは思いましたね、うんうん、はい、うん、そうですねアメリカで言うところの古き良き時代みたいなものって多分その40年代とか50年代とかの もうちょっと前なのかなのものだと思うんですけどなんかそういう時代のアメリカとやっぱ60年代から大きく多分ガラッて変わってしまったから、うん、その前の音楽と変わっていく時期にこうあったレーベルっていうのがまたなんかこうアメリカの歴史の中ですごく大きい存在ですよね。年、ね、年代代だだっっったらららうう甘い歌を歌をてて全然受けけ入れられるんんと思うんですけどやっぱ60年代からは、うん そのベトナム戦争があったりとか、うん、その不安定になるよ、ねんなうん、世界がもう激動の時代になっていくっていうのが、うん、ところにそのモータウンがあってじゃあ僕たちは何を歌ったらいいのかっていうのを多分みんなアーティストは考えて考えざるを得ない環境がもう70年代に入ってってどんどん盛り上がってっちゃうでしょうねきっとね。そうねうん、っていうなんかそのアメリカの歴史を感じるのもまたなんかこう。 アメリカに生まれたかった人間からするとすごいエモいんですよねエモいなーって思いましたねそこね。なんかそのでもメリー・ゴーディーが、うん、まあもちろんその黒人のをその平等に扱うべきだっていうその思想ももちろんあったと思うんだけどうん、うん、それよりも自分が勝ちたいっていう気持ちをすごい言ってたじゃないだから別にブラックであろうとホワイトであろうと。うんうん 関係ないしうん、うん、女の人でもどんどん幹部にしてたし、うん、みんながどう思うかとかじゃなくて、うん、その本当にいい音楽を作るかとかうん、うん、そういう才能で決めてたっていうのはうん、うん、かすごく潔いしい、うん、いいなって思いましたそれが成功の秘訣にもつながるような気もしますね。結局でもそれがすごく 黒人の地位の向上にめちゃめちゃ、うんね、結果としてねそうそう力になったっていうところはね、うん、だから結局はハングリーさがんすごい大事っていう、うんうんうん、それはありますねはい。宇宙魔王的推しポイントその2スーパーミュージシャンのバラバラのトラックを聴けるこの映画の親切なところであり キャッッチででポプなとところだ思うんすけどその曲ができた日はっていうのを初心者にも分かりやすく伝える工夫がすごいされててあああの1個すごい分かりやすいあったよね歌から始まりそう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 この曲はベースから始まってでギターがこうやって乗ってでそのフレーズね「そうダサいだらダサいよね」って。 でそこから次はこれを乗っけてこれを乗っけたんだよみたいな、うん、そのインタビューに合わせてて音が重なっていくんですよね一一本一本私とか三田村さんはレコーディングの現場にいたことがあるから、うん、そのトラックが一本一本の楽器が別々に聴けるっていう状態を体験したことがあるけど音楽に関わってない人はそういうのを聴いたことがないと思うんですよ。 そうね、だからそのミュージシャンが1人で弾いてるとこうなる全員で合わさった音を1本だけにするとこういう音が鳴ってるっていうのは、うん、まあ私が音楽やってるからかわかんないけどすごいやっぱ面白いんですよねどんなフレーズ弾いてるとかあここ意外とちっちゃいんだなとか、うん、あのここのキメはこんな感じなんだとかそういうのがバラバラにならないとわからないこととかもすごいあって。うん っていうのをところどころ結構そういう描写があるので、うん、そのボーカルがどんどん重なっていく感じとかっていうのも入ってきてうっていうのがあったりとかうん、うん、それはすすごくねね面白いと思うんですよ、ね、当時のめちゃめちゃあの腕のいいミュージシャンたちの演奏ですからもうめちゃめちゃ価値が高いわけですし。 一、うん、本聴いてるだけで酒が飲めるっていうぐらいの <laughs> <laughs> 演奏だと思うんで、うん、そういうのをねこうう堪能すすするにはすごい、ね、いいねと思うんですよ私も自分でレコーディングした自分の曲をレコーディングした曲とか、うん、全部本当はバラバラで欲しいぐらいなんですよね。一<ー>個一個聴いてもう舐めるように聴いて酒飲みたいみたいなはい、はい、でもそれってあのな。かかなかそれも 自分の音源だとしてもそこまでやることってなくってうそ,う、まあ、それはね,ねエンジニアさんがやってくれるからねミックスはだから一本に一つの曲になった状態のをやっぱ聞くことが多いんだけど、うん、実際その一本だけで聞くとすごい面白い発見があったりするんでそれをモータウンのヒット曲でやれる聞けるっていうのはすごい貴重なことではないかなと、うん 思ったのでバラバラに聞いたことがない人もある人も面白いいと思いますあとその曲がどういうふうに、ん、できるのかっていうのもすごいこう丁寧に分かりやすくく、ね、言ってくれるよねうん、うん、これは最初はこんなアレンジだったんだけど、うん、めっちゃテンポを上げてこうしたらこうでみたいなこととか、うん、面白いと思う。そこ、うん、あの あのね車の製造ラインからそ,、ね、その組み立てていくところからモーターのあのシステムをね作ったって言ってますけどなんかその感じを組み立てていく感じを体感できるよね楽器ができない人だったとしても、うん、あれを聞いてるとめちゃめちゃバンドやりたくなると思いますね<ー> <laughs> なんかこう曲ができていく。 このワクワク感とかっていうのを追体験できるから、うん、なんかそういうことを感じさせてくれるものって意外とないから最初から完成してるものを聴く機会しかないからい、ね、あとすごく思ったのはその素材まあもちろんそういうレコーディングの過程の、はい。 音が残っまあトラックごとの別々のが残ってるっていうのはまあ音楽レベルだから当然ちゃ当然かなと思うんですけどまあでもそれにしても60年前のねやつが残ってるっていうのはすごいことだしあとその映像もねそれこそマイケルが5歳6歳の時の映像がスティービー・ワンダーが11歳の時の映像があるってこともすごいしあとはあの会議の音音声ね。あれなん で残って撮って記録の,記録のねえそうねしてたのかなあねあんなのもね、うん、聞けないよね。ねあの熱量っていうかあれもワクワクしますね音楽ができるのと同じように。俺たちはもう売れるものを作ってんだっていうこの自信と熱意とっていう。 万丈一致でこれは絶対売れるっていうものってなかなかないし、うん、大体は意見が割れたりするものだと思うから、ね、いやそ,うから、ね、その感じも生々しい、ね、あれが必要ああやってトップダウンじゃなくてああだこうだってやって若い人も女の人もみんな対等に意見を言い合えるような環境づくりっていうのは、うん、やっぱ必要だなっていうのは。あ うんうん、ありますよねそうですねうん、うん、難しいよね音楽とかやっぱね数字で比べられるものじゃ、うん、まあ売り上げとか数字になるけど出る前にこ,、うん、こっちの曲の方が優れてるとかそういうのは誰にも分かんないからうん,、うん、なんかそこをこうすり合わせるって、うん、ね難しいけど<ー>でもすごくそれが大事っていうことですよね。 なんかでもその社長自身もみんなのことを信頼してるから、うん、どんなその立場の人も会議に入れたりするんだろうしそのみんなのことを信頼してるから好きなこと言えるんだろうし、うん、なんかその信頼関係が羨ましいですよねそのいいなっていうかリモート会議じゃそういうの生まれないですかねね<え> <laughs> 確かにどうなんですかね当時のモータウンの 人たちがリモート会議したどうなるんですかね、うん、<laughs> 超やる気ない人も出るかもしれない、うん、ね、リモートだからいということで以上女二人の推しポイントでした 2> 女二人,人の極論 このの映画に関すする女2人の勝手な曲論を交わそううというコーナーナです今日の曲論は今のミュージシャンがこの映画から学ぶこととは我々今のミュージシャンですけど、うんまあ、たくさんあると思うんだけど、うん、どうでしょうでもやっぱそのベリー・ゴーディがやろうとしたことはそのいろんなプロを集めて工場の 車の生産のようにそれぞれのプロが順番に組み立てていってで商品を作ってそれを流通の段階まで自分たちで考えて、うん、どうやって売っていくかっていうのを考えて売っていくみたいなことを一、うん、つの会社でやってたわけじゃないですかはいそれを三田村千春は一人でやってるわけじゃないですか、はい、ああ私ね、うん、はいそうですね <タッ>一人モータウンななわけじゃいいですかはい <laughs> はい、どうですかビ<え>リー・ゴーディーでありでダイアナ・ロスでありねスモーキー・ロビンソンであるわけじゃないですかはいそうですね、うん、私はまあ一人でレベル作って、はい、去年ねレベル作ってやってますがね私一人であんな会議できないし、うんまあ、もちろんねその本当に 1一人ではないけどそのいっぱい手伝ってくれるスタッフだったり、はい、いろんな人たちがいてできてることなんですけどうん、うん、でもやっぱその曲をいい曲を作るみたいなところの私みたいな特にこう曲がねポンポン出てくるタイプでもないからうん、うん、まあもちろん妥協してないつもりだけどでもやっぱは時間もないしなあとか。うん そこで結構苦しむこともあるから本当に一からその自給自足でやってきたっていうところで言うと、うん、そのさっきも推しポイントで言ったけどまあ、はい、今,今時代が巡ってって、えー、システマティックな中で生産ラインに乗っかって、うん、みんなで一つを作り上げるよりも、うん、まあ独立それぞれがねアーティストが独立して。 発信ができる時代になってる中でうん、うん、もがいて今また新しいそのシステムをみんなが作ろうとしていてでまた何十年後かにまたそれがぶっ壊れてみたいな感じなのかなうん、うん、で今はその狭間なのかな、うん、みたいなふうに思いますなんかあのー、最近ある人と話してて、うん、あのつい韓流って言っちゃうけど。 もう古いと思うんですけど韓国,韓国の、うん、<laughs> 音楽とか、まあ、k p o p か k p o p の市場が今めちゃめちゃでかいことになってるじゃないですか,、うんそ,ね、かそれってやっぱその k p o p っていうブランドを国を挙げて作り上げたってことがやっぱすごい成功の秘訣だと思うんですけどそのやっぱブランドを作り上げる みたいいいなななこととがやややっぱ組織になるとやりやすいじゃないですか<ー>そのレーベルっていうくらいだからこうラベルを貼るみたいななんとか印みたいなのをつけることによってこの人とこの人は全然違う人だけどでもモータウン印がついてるから絶対私好きだなって思わせるとか k p o p この人とこの人は全然 顔も違うし声も違うけど K-POP だから聞いてみようってなるとか、うん、K-POP ってそういう状況だと思うんですよね、うん、もうカテゴリーというかジャンルとしてもかなり確立されてきちゃってるからアメリカの若い女の子もすごく K-POP を聞くっていうのは誰かが BTS だけが好きとかじゃなくて、うん、多分その K-POP ってものが認知されてきた からだと思うんですよねまあその BTS を、うん、信頼を得て得てきた得てきたという,うん、うん、そうそうそうでそれは彼らの歌だけじゃなくてやっぱ振る舞いとかその、うん、考え方とかもセットでやっぱ売ってるからちゃんと、うん、そこの裏設定というかっていうものまでしっかり書き込まれてる感じが <laughs> して<ー>その K-POP なアーティストは、うん、この人はこういう個性があって こういういバックボーンがありますだからこういう歌が好きでこういう音楽が得意ですってことまでしっかり書き込まれてて、うん、でやっぱそのしっかり書き込まれてるってことがもう k p o p のブランドになってるなって思って、うん、だからそのそういうやり方は最初にやったのはきっとモータウン。 その以前それ以前にも黒人のアーティストもたくさんいたけれども、うん、バラバラだったからそれを一つにまとめることによって黒人音楽ってものが全世界に知られるようになったっていうそのラベルがちゃんと貼られてうん、うん、全世界に出荷されてくってことができたのはやっぱ組織の力ですよねそれはやっぱ一人じゃなし得ないことなのかなっていうのは思って、うん、で今そのいろんなやり方があって三田村さんみたいに。 一人でやってる人もたくさんいらっしゃいますけどうん、うん、ね、そこがその一番の違いかなって感じはしますよね,だ,ねだって、うん、ハロプロだったら私みんな好きだもん、うん、確かにそういうのあります、ね、そういうことだよね、うん、新しいグループができてもハロプロだったらもう信頼でしょって思ってるから、ねうん、そうらそのいい音楽には違いなくてみんな、うん、だけどその組織としての力の強さってその 単純に何か資金力とかそういうことだけじゃなくて、うん、認知力みたいな、波及力とか、ね、なんかそういうものにもつながってくいますよね。うん、そんであのベリーゴーディ自身も言ってたように、一人はみんなのために、みんなは一人のためにみたいな、その一人が売れることによってモータウンの質がぐんと上がるから、うん、それでそのみんなの 信頼が上が上ることによってモータウンというレーベルの信頼が上がることによってまだ売れてない子たちもぐんと上がるチャンスがあるっていう,うん,、うん、なんかそういうバランスっていうのがをすごく意識して作ってあって、うん、きっと今の日本のレコード会社とかもそれが根本の考え方ではあったんだと思うんだけどやっぱどっかで今の世の中だと一人の人が。 しっかり実力残すパターンも出てくるとそのレコード会社の在り方のバランスもやっぱ崩れてきたりとかそうです、ねね、そこ徹底したそのものをしかないとなんか組織である意味がないというか、うん、その組織としての力を発揮できてない状況になっちゃったりとかはあるかもしれないですね。今アイドル まあやりやすいってことはないと思うんだけどうん、うん、アイドルの方がそ,のそういうのがお多いっていうか、うん、<の>なるほどのはそういうことだと思うんだよねうん、うん、その役割分担で分業制でできるじゃん、うん、アイドルは。確かに自分で曲も作らないし育成から全部振り付けも考えてもらって、うんね、全部やってもらって、うん、っていうのがやっぱアイドルの方がねやりやすいもんね。 <で>しかも個々のキャラがちゃんとある、うん、作,作り込まれてるみたいなね、うん、それもちゃんとあるしまあ自分から発信の人もいるだろうけど何ん、うん、ていうかつけてもらったりとかもあるだろうしうん、うん、でもやっぱ自分でね表現したい自分の思いを表現したいっていう人はねやっぱそこのこう生産ラインに乗っかるっていうのはなかなか難しいもんね。 ね、よっぽどのそこの信頼がないと、うん、もう自分はこの人に預けるんだ人生を、うん、って思わないとなかなかそこはあれだから、ね、結局最終的にそのマービー・ゲイだったりスティーヴィ・アンダーが自分でプロデュースしたいって言い出したっていうのは、うん、やっぱそういうとこもありますよねそのノータウン印で全部やられちゃうのはちょっと自分としても違うんだよねって、うん、やっぱだんだん結局はなっちゃうな、うん、っちゃいますもんね だから若い子がさやっぱりその、うん、デビューしやすいってやっぱそういうことじゃないそうかもまだその子がねそう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 子がそこまで確立されてない状態だったらねもう言われるがまま、まあ、悪い言い方するとコントロールしやすいっていうこともあるのかな、うんうんうん、だからこそ、まあ、本人も恩恵を受けやすいというか、うんそうだね、素直に自分で考えられないところも考えてくれる人がいるし、うんうん でもやっぱ人間そのベリー・ゴディも言ってたけど人間だからね徐々にそうやってどうしたいこうしたいっていうのが人間は車じゃないんだっていうのが最終的に到達するとこなんですよね、うん。そうねそう。だから CD をで音楽でお金儲けをしようとすることと音楽を作るってこととか、うん、ミュージシャンがやりたいことをやるっていうことがすごいバランスで保たれてた時代がモーターウには一時期あったという。 そうです,ね、すごいですね。だからといって今、開雇主義みたいな感じであの頃が良かったなみたいなことを言うつもりは全くなくて、うんうんうん、そうです、ね、なんか本当に今は今で、うん、新しいシステムを今、うん、いろんなみんなが試行錯誤しているところだと思うので、うんうん、だ k p o p 式にそういうものを応用していくパターンもあるだろうし。うん 世の中全体のものづくりの質が多分変わってきてるから何て言うんですかねそういう大掛かりなシステムに乗せないで個人で作るっていう人が音楽だけじゃなくて、うん、みんなそういうことやってる時代で、ね、個人と個人のやり取りというかっていうものでものを売ったりする人たちがやっぱ増えてきてるからうん、うん、そこも今後大きくなっていくでしょうしね。 だからこのポッドキャストも言ったらそうですよね、うん、まさにそうですねうん。だから例えばどっかのラジオ局にめちゃめちゃ売り込んで営業をかけてそうですよこう枠をもらうとか昔だからね細々作家さんがいてとかねディレクターさんがいてエンジニアさんがいてとかじゃないですからね二、ね、<laughs> 人でやってる細々と現状やってるから確かにね なんかそ,それがいろんなことに言えるよねうん、うん、それは、うん、可能性はすごくあるけどうん、うん、あとはそうですねだからその組織にいかに負けないで行くかっていうとこはあるのかもしれないですね一人の人は負けないってというか巻かれるところは巻かれつつははははいはいはい、はい対抗するところでもないからいいとこ取りなんかずるく賢く やれたらいいよねと思うね。じゃあ、今のミュージシャン、この映画が学ぶことまとめるとするならば、うん、まとめるとするならば何ですかね。お金持ちになろう。ああ<ー>、<laughs> ハングリー精神。そうんうん。<laughs> どんな方法にせよね。そうですね。うんだ。ベリーゴーディンはその車の生産から学んだことを応用してるし、うんうん、今の時代に生きる。私たちは私たちのやり方で。 うん、何かからヒントを得ながら音楽で対価を得られるシステムを作らなければいけないという,う、ね、はいそうでしょうそうでしょう頑張りましょう頑張りましょう <laughs> 今もう誰も見てないのに背筋が伸びるという伸びた私も伸びたということで、えー、以上「女2人の曲論」でした。 こんな二人映画の話。あの面白かったのはシャカ会社の歌。モーサーーあはい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 。シャカダサクねっていうのと。え <laughs>、うん、いやでもうちらのオープニングと一緒じゃないですか。あそっか。<laughs> そうそうそうあのみんながさ恥ずかしがって歌わないのに対して2人2人だけめっちゃ楽しそうに歌うっていう大声その感情めっちゃなんかおじいちゃんいっちゃいちゃだなと思って一番じいさんなのに一番覚えてるっていうのはすごいですよねやっぱ好きなんだろうねね誇りを持ってんだでう画。 いいっぱいあるったりとか、はいはい、なんか今ちょっと私まだ全部見てないんですけど「永遠、うん、のモータウン」っていう「スモーキロビンソン」そうそう2002年の「スモーキロビンソじゃなくて「あのー、マーヴィン・ゲイのバックかな?」をやってたファンク<お>ファンクバンドだっけななんんかそんな名前の、うん えっとバンドに焦点を当ててあのやってるやつなんですけど<楽>それはこの映画よりももっと音楽がいっぱい流れるんで、うん、かなり上がりますねあ見てみよううんそうそうあとドリームガールズも私あそうそうあれも見てないからかったでもあれだとベリーゴーディー のあの人柄までたどり着かない全く想像つかないああ全然違う人格です,、ね、ああすごい嫌な社長みたいなそう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 んなんかみんなが想像する音楽業界の嫌な親父みたいな感じになってますねまあいろんな面があるでしょうねうんうん、うんうん、とかあとはノーナリーブスの西寺豪太さんあの辺の研究家だからそうだねモータウンすごい好きなんですよね,ね、うん、いや私もあのマイケルジャクソンの本とか クインンシー・ージョーンズの話とか、うん、なんかその辺りは豪太さんの本読んだりとかして、うん、すごい面白かったんでそれも面白いしあとはあと録でね歌丸さんの番組で、うん、モータウン特集豪太さんやってたりとかするから、うん、それも勉強になりそうですね私も、ね、まだ聞けてないので聞きたいなと思ってます、うんうん、ね、まあ、とにかくいろんな人がいろんなものを出してる、うん、モータないろんな,ものをいろんな 角度から見たものをね摂取した方が本当、ね、本来に近いものが、ねうんうん、あるから、はい、いやでも名曲はいつまでたっても名曲ですねいや本当に自然とめ映画館でんかこう、うん、体が動く動いた動いた、うん、感じがありました是非、うん、見てないよという方是非劇場の大きい音でね、はい、見てみてください、はい じゃあ,あ、次回の作品ですね次回の作品は先週発表しておりますが、はい、雪袖大佐夫監督「ウソはチーズの夢を見る」いろいろ物議を醸しているという噂もあります、うんうん、<laughs> 楽しみですさてどうなるでしょうかはい、はい、そしてですね今日発表するのがさあ来週ですね10月15日配信の作品 ルルワン監督フェアウェルこれなんかツイッターでおすすめしてくれてた人がいましたね、うん、あありがとうございますあの主演の子が中国人のラッパーですね、はい、あそうなんだそうめっちゃ面白い子ですねえ楽しみ、うん、そしてですよはいこの「フェアウェル」は29回になるんですということは早いもので「はい はい、この番組も第30回が近づいてきました。うんはい、まあこのね切り版切りい。やばいあの <laughs> 10回とか20回 <laughs>、はいね、今まで記念会として生配信をやってきましたが、うん、まあその流れでいうと第30回何やるのかという,そうです、ね、ことですよ。10月22日配信に、えーはい、なるんですけどその内容をちょっと発表したいと思います。なんと初の ゲストを迎えします呼ぶ呼ぶと言っててなかなか呼ばないなと思ってたでしょうけれども皆さんねそうなんですよそのゲストが誰なのかというと来週発表しますはいということでまあ誰だろうということになってまあ皆さんツイッターとかでねよかったら予想なんかしてもらえると楽しいかなと思いますヒント 一個ずつ言っています。あ、ヒントじゃ、あ私言うと、うん、ミュージシャンです。はい。マオちゃん、あります。えー、同世代。おお<ー>、うん、いいですね。うんうん。うん、ちょっとしたかな。私。からすると。そうかも。うん、うん、そうかも。はい。えー、来週ね、ゲスト発表しますし。第三十回までもね。またアクセル踏んでいきましょう。はい。 そしてこの番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。あとこの作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。30回の福、えー、祝福コメントそして主に、はいえー、21回から30回の間で印象に残った回とか印象に残ったセリフとか、えー、30回に向けたメールもお待ちしております。うん、そしてメールを採用させていただいた方には 名誉制作中「二人の話、はい、ステッカー」をお送りしますので住所と本名も忘れずに書いてくださいメールアドレスは二人の話アットマーク gmail.com です はいこの番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。YouTube はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。Twitter はアカウントフォローお願いします。また感想やご意見は「ハッシュタグ二人の話」をつけてどしどしつぶやいてください。そしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋、えー、っています。 こちらは1つ100円で購入していただくと聞くことができますノーカットネタバレ終わりの野放しのトークをぜひ聞いてみてくださいはい、はい、じゃあ告知あればはいそうですねえー、っと宇宙魔王はですねベストアルバムを聞いてくださいっていうところですかね、はい、ベストモメント、あのー、はい10月24日に配信ライブをやるんですけどそちらのチケット、えー、発売になったらまたお知らせしたいと思いますので予定は開けといてください はい、はい、そして私三田村千春はえっとですね10月もライブが2本決まってましてはい、えー、10月17日土曜日の大観山ループでの、えー、ツーマンライブがこの日がえっと早々にチケットが完売したので配信ライブを同時にやることになりました、うん、配信チケット発売中ですそして10月22日木曜日が久々に名古屋に 行きますこの日なんと野放し30回の日なんですけどーああそうかそうかはい、はいえー、私は名古屋におりますねはい、はい、名古屋サンセットブルーというところでやります桃野洋介さんとライブ一緒になりますこの日も、はいえっと、サンセットブルーのツイキャスのアカウントから配信もやるということなので場所関係なくどこでも見れるかなというふうに思います。会場にもね、えー、まだ ご来場いただけるのでメール予約はサンセットブルーの方までお願いしますうん、うん、はい。サンセットブルー行きたいな私もああねまたやりたいですねね,ね一緒にやりたいですね、うん、私も久々のサンセットブルーなんで、うん、はい楽しみですということで来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙真央でしたさよならさよなら